こんばんは。こんばんは。200回目ありがとう。こんにちは。ね、大富豪さ、12期まだまだなんじゃないかな、多分。こんにちは。耳出てる。メイクかわいい。え、なんでわかんのなんでわかるの、メイク。メイクなんでわかるの。メイクっていうか、まつげが違う。こんにちは。すぎょう。どうもありがとう。こんにちは。またありがとう。こんにちは。こんばんは。勉強をしなきゃいけなくて、勉強しなきゃいけなくて勉強してた。ドラマ見ながら。でもなんかドラマを見る時間削りたくないけど勉強したいっていう思考だから、結局こうさ、ゾーンに入るとさ、ドラマ見てないのよだから、あ、やばい、見てなかったって思って100秒ぐらい戻してもう一回見るみたいな、なんか同時進行はできてない気がする。こんにちは。通称ありがとう。こんにちは。結婚しないよ。メイクの違いに気づいてくるのは嬉しい。え、すごいよね。嬉しい。こんにちは。でも嬉しいって言うと多分全然変わってない日にもう変わったでしょうっていう人が出てくると思うのでほどほどにですかね。初もありがとう。でも本当に初もありがとうございます。あ、でも今期で面白いドラマは見つかりました。皆さん見つかりましたか。まだ気になるやつ2個ぐらい放送開始してないんだけど、3つ ?2 つか、放送開始してないけど、あれ面白かった。待って、アンチヒーローは面白いの。昨日も言ったでしょ、アンチヒーロー面白い。なんだっけ、なんだっけ、名前なんだっけな。あ、制服の目の総楽もわかるんですか。21日かな。当たった方いますか。私テレビでねドラマ見てないです。携帯で見てる。テレビね全然見ないんだよね。いらなかったかも、テレビ。私はいらないって言ってたんですけど、あのお母さん買ったんですけど、本当にいらない。テレビは、テレビよりプロジェクターの方がいい多分。もう常にサブスクで生きてる。こんにちは。制服の目、ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんかあんま当たってなさそうだみんな
あんま当たってなさそうだ。いらない、ありがとう。あんま当たってないかな、今回は。こんにちは。こんにちは。いらない、ありがとう。こんにちは。二度目、ありがとう。ありがとうございます。まあ21日当たらなかった方はツーショットに来ていただいて、はい、もう私は新しい可愛いアイドルさん見つけちゃって、前も言ったんですけど、名前は出さないんですけど、多分出しちゃダメだから。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛くてずっと見ちゃうんだよね、 TikTok で。顔が可愛くて、こんにちは。ツーショット会に確実だからねってね。こんばんは。めっちゃ可愛くて、でも私はボブの子を好きになるんですけど、その人もボブの子だったんですけど、今日本語おかしかった。ボブの方なんですよ、なんですけど、最近エクステつけてロングになって、それもまた可愛いですよね。でもやっぱボブの方がいい。ボブの女の子っていうのは可愛いです。こんにちは。ありがとう。こんにちは。どうもありがとう。めちゃくちゃ可愛くて、やっぱボブだなって思いますね。まあ伸ばそうとしてますけど、見る分にはボブが可愛い。こんにちは。違う。こんにちは。ありがとう。結婚しない。伸ばします。もう私はもう決めてるんです、伸ばすって。こんにちは。こんにちは。どうもありがとう。エクステはつけるとつけないんじゃないかな、つけないんじゃないかなと思ってますね。なんかつけたことあるけど、なんか違和感、エクステ違和感、エクステって違和感あるよね。なんか髪の毛とかもう完全にめっちゃ洗いたいタイプの人間だから、絶対ストレスになると思って思ってるよ。どうもありがとう。こんにちは。ありがとう。頭洗うときはあれだよ、なんか思いっきり洗えなくて、なんか揉み込むみたいな、つけると思いっきり洗いたいよね。あとありがとう。
こんにちは。さメールにさ、なんかめっちゃさなんなメールにさ、なんか変な嫌なこと送ってくる子がいるんですけれど、やめてくださいいるかわかんないんですけど、こんにちは、びっくりしちゃう。こんにちは。リンスは、でもシャンプーもリンスもサラサラ選ぶ。髪細いから、まあ多分いないかも、いないかもしれないんですけど、なんか意外と何でもこっちに送られてくるからやめてほしい。限られた。こんにちは。さらっとね。さらっとね。こんにちは。なんかもう傷つかない精神になったんだけど、もうねすでに。メンタル育成されてますわ。こんにちは。もうねなんか来ないなんかメンタルに来なくなっちゃった。もういいのか悪いのか分かんないけど、もうなんか何も気にしなくなっちゃったんだけど、なんかそれまで、あー嬉しい、あー嬉しい、あー嬉しい返信だな、うーんってなるのがあるからね。でもいなさそうかも。ここにどうだろう。こんにちは。どうもありがとう。こんばんは。どうもありがとう。でももうなんかもうメンタルには来ない。メンタルには来なくなった。もうなんかなんだろうね。成長したのかな。こんにちは。こんにちは。あ、どうもありがとう。ありがとう。守られます。こんにちは。ね、メンタル、メンタル鍛えられてます。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。なんか直接なんか悪いこと言うんじゃなくて、な嫌なことなんか悪い、なんか悪口とかそういうのじゃなくて、なんかこんにちは、なんかね、なんて言うんだろう、言わないでいいのにって思うこと言うから気をつけてほしいなって人がいるんですけど、見てくれたらいいな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、どうもありがとう。そんなね、そんな気にしてないよ。ありがとう。あ、どうもありがとう。そうそうそう、なんかねメール返信はね、肯定的なものだけね通ってほしいよねそうそうそう、こんにちは。こん
ばんは。え、オリエンタルカレー美味しいんだけど、本当に本当に美味しい。なんか美味しい。レトルトカレー本当になんかあんま食べてこなかったんだけど美味しい。わかんない、その先輩たちがさ、かわいいパッケージだからっていうのはさあるのかもしれないんだけど、かわいいパッケージだからなんか余計美味しく感じるっていうのはもしかしたらあるのかもしれないけど。こんにちは。ユアにはもう、え、ユアって21いる？いなくない？渡せない。やばい、渡せない。もうロッカーに入れとこう。こんにちは。めっちゃ美味しいんだけど、みかんアイスのさ、なんだっけ、みかんアイスのグミめっちゃ美味しいんだけど、高いんだけど美味しいんだけど。どうもありがとう。さらちゃんも何かのパッケージになって、何がいい、何がいいかな、何がいいと思う。何がいいと思う？尊敬しているチーム S のメンバーさんは誰ですか？いや、もう尊敬はもう全員ですけど、尊敬って言われたらちかこさんかな。尊敬、なんか尊敬は完全にちかこさん。で、金髪じゃなくなっちゃっててちょっと悲しかった。私が前回の S 公演の帰り際に、金髪が可愛いので一生金髪でいてくださいって言ったんですよ。そしたら昨日の公演でもう金髪じゃなくなってました。あれー、ちかこさん一生金髪でいてほしかっただな。クッキークッキー、クッキーのパッケージになる、なれるといいな。そこでクッキーだな。ありがとう。もう本当にちかこさんの金髪めっちゃ好きで、でもなんか逆に言えば金髪の時に一緒に公演出れたから良かったよね。頼りで手つなげちゃったし、金髪のちかこさんと、もういいよね。どうもありがとう。え、そうなんですか、ちかこさんが、めっちゃ似合ってたのに。まあ何でも可愛いんですけど、でも金髪めっちゃ可愛かったです。くまさんありがとう。ビスコハードル高、ビスコはハードル高いね結構。ほらありがとう。こんにちは。でそのえなさんも金髪部分にしたいって話をしてらっしゃったから、もういつかえなさんを見れると信じてます。金髪もめっちゃ可愛い。どうもありがとう。こんにちは。一生金髪にしてほしかったな。めんどくさい後輩ですよね。一生お願いしますって言われるんだよ。
めんどくさい後輩、後輩だよね。こんにちは。サタン脱色、脱色っていうの？ブリーチしたことあるよ。こんにちは。でももうロングの時に、ロングの時になんかなんていうの、ああいうのなんていうんだろう、グラデーションなんていうの、半分だけ染めて、でその後すぐ染めた部分切ったからもうない。先輩たらしじゃないです違います、違います。あとありがとう、あざもありがとう こんにちは。ありがとう。いや本当に本当に違いますよ。あざもありがとう。毛先なんかロングで結構おへそぐらいまであったんだけど、どこだろう、おへそぐらいまであって、あばら骨ぐらいから下を染めたんだよ。あ、どうもありがとう。お仕事頑張ってね。こんばんは。染めて、めっちゃ前、めっちゃ前に染めて、でも夏休みだったかなとかに染めて、夏休み終わると同時にバッサリ切った、染めた部分だけ。え、本当に長かったです。めちゃくちゃ長かった、スーパーロングでした。腰ぐらいまでありました。スーパーロングすぎてなんか不便、不便で。こんにちは。登校日なんてなかったです。登校日なんてなかった。こんにちは。明日はココアちゃんとあれ食べれるよ、チキンタツタ。美味しいって言うからさ、もう約束してるから。忘れられてたらびっくりだけど。めっちゃロングだった。結婚しないけど。え、登校日なんてないですね。登校日、長期休みの時に登校日ってのがあるんですか。あ、補習的な、補習はあったけど、補習呼ばれるような生徒ではなかったよ。優等生でしたから。こんばんは、またありがとう。またわざわざインストールするこんにちはね。そうだよ、わざわざね。そんなね、消さなきゃいいのにね。え、でも最近は本当に全然食べてない。マックなんかお菓子やめたと同時にマックもなんかやめれそうな予感、予感だにょー。登校日なんてなかったですね。何するんですか登校日。完全に休みだよ。ない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 、それ長期休みじゃないじゃんね。めんどくさい休みじゃんね。
お菓子はもう解禁されましたよ。でも言うてそんなに今日朝解禁と同時に食べたけど、もうおやつも食べてないし、今日全然いい感じ。ただなんか別に体重もそんな変わってなくて、なんかいい意味で変わんないのかな体重。こんにちは。いや本当にないですね。もう夏休みはもう丸々休みで、もう部活やってたから、その染めてる時は部活なかったけど、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。だから全然いけるかも。うん。節約だった節約だった。でもなんかそんなさ毎日食べないでも全然いけることに気づいた。でももともとそうだったから。どうもありがとう。なんかさ反動でめっちゃ食べちゃうかなとか思ったんですけど、全然家になければ大丈夫だよ。マックの卵入ってんの食べないの。てりたま食べたの？食べたことない。あのてりやきも食べたことないんですよマック。かわいい、ありがとう。どうもありがとう。ね、ゆうちゃん昨日配信ちょっと見た。みーたん16歳のケーキの場所見た。おめでたい。食べたことないよ。損してる？そのレベル？美味しいんだ。美味しいんだ。てりやきバーガー。そうなんだ。こんにちは。えらい、ありがとう。こんにちは。ビカビカ、ありがとう。てりやき美味しいんだ。グラコロとチーズバーガーばっかり食べちゃう。でもこの間さ倍のハンバーガー食べたじゃないですか。あれも美味しかった。あれ美味しい、意外と美味しいお肉って感じするね。思った、みゆちゃん。ココミンの時はなってたよね。でも年齢かなって思ったけど、ココミンの時誕生日ルームだったなと思って。みゆちゃん本当にさルーム普通だったよね。思った、それ。こんにちは。美味しいんだ、てりやき美味しいんだ。どうもありがとう。サムライマックこの間食べたよ。でもリピはないかなってリピないかなと思った。コスパで言うとビッグマックね、中学生以来食べたことないかも。久々に食べたいかもビッグマック。こんにちは。
そうなの、照り焼きはポークなの。どうもありがとう。こんにちは。フィレオフィッシュは食べない。フィレオフィッシュをてんてんてん食べないかも、食べないかもしれない。こんにちは。こんにちは。ベーコンポテトパイ食べたことない。でもココアちゃんしたベーコンポテトパイも食べるからまだ食べてないみたいに言ってた。美味しいの？ベーコンポテトパイ美味しいの？食べたことない。なんか甘い系のパイばっかり食べてるんだよね。ベーコンポテトパイ食べたことない。あ、ビーフシチューみたいなやつは食べたいって思ったけど食べなかった。食べてないわ。こんにちは。結局食べてない。エビフィレオも食べないのか。お母ちゃんが食べ美味しいって言ってたけど食べてない。2個ハンバーガー食べるの？それはすごいよ。いつもありがとう。ベーコンポテトパイ食べるならアップルパイ食べちゃう気がする。気がしてる。深く傷まで。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。あったかい果物？でも酢豚に入ってるパイナップルとか食べるタイプの人です私。嫌いな人多いけど食べるタイプの人。アップルパイ美味しいじゃん。美味しいじゃん。でもなんかちっちゃい頃は分かんなかった。今もちっちゃいよって言われるかもしれないけど、ちっちゃい時はアップルパイの良さ分かんなかったけど、もう分かるよ。サラダのリンゴ、あ、給食で出てきてたかも。リンゴだけ残して最後に食べる。そういうのもうデザート扱い。デザート扱い。酢豚にめっちゃハマってる時期あって、いつだろう、あれ中3か高1かな。もうめちゃくちゃ酢豚にハマってて、でもなんかね、黒酢は違った。普通の酢豚が一番美味しい。黒酢酢豚より普通のが美味しかった。でも割とすぐ飽きちゃった。こんにちは。そうシャトレーゼのアップルパイめっちゃ食べた。美味しいよね。めっちゃ美味しい。美味しい。こんにちは。だよね、小学校の頃アップルパイ美味しいと思ってなかった。わかる、めっちゃわかる。今すぐ食べながら見てた。素晴らしい。ナウじゃん。すぐたナウいた。あ、どうもありがとう。こんにちは。ピーマン食べれるよ。誰だっけな、誰かに、誰かピーマン苦手、誰だっけ、この間話してて同期の誰かがピーマン苦手で、なんだっけ、誰だっけ、誰と話してたんだっけ、誰と話してたんだ。こんにちは。ど忘れしちゃった。ありがとう。こんにちは。こんにちは。
ちは。こんにちは。こんにちは。だからさ、21、23ってさ、めっちゃ高頻度な目じゃない？前さ、2月の3と5みたいな時もあったけどさ、結構高頻度な目ですね、また。やっほー、こんにちは、ごめん、ありがとう。でも本当に本当にさ、あ、でも昼公演か、昼公演だったらまああれか。てててててて、こんにちは、こんにちは。え、でも怪しいよね、4月ね。もう4月って何回やったんだろう。ほら、ありがとう、あ、そうもありがとう。こんにちは。2回、今2回やって、え、じゃああれだね、23合わせたら4回か。もしかしたら最後なのか。いつもありがとう。いつもありがとう。え、じゃあもう、もしや最後なのかな。チェック目は感覚悪と筋肉痛になるか。いや、もうならないかな。なんだろう、ちょんまる、本当にあるんだ、オンにって言ってるけど、なんだ、待って、そのさ、真ん中の言葉わかんない真ん中なんて言ってるの。でもオンに、オンにセブンティーンだよこんにちは、こんにちは。サラちゃん、こんばんは。サラですサラちゃんです、こんにちは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは。こんにちは、ありがとう綺麗、ありがとう。え、読みとちょっとしか、なんかちょっとの読みしか無理だよ。うわ、ちょっとの読むしか無理、できないよ。アータンアータンって、アータンじゃないです、サータンです。どうもありがとう。なんかね、一個ね、21外れた、泣いてる。トレード頑張ろうトレード頑張ろう。何をと思ったんだっけな、何をと思ったんだっけな。あ、ほんと美しいってくれてんの。
ありがとう。翻訳してくれた、わざわざ。知らない単語。こんにちは。こんにちは。ブタじゃないんだね。なんか知らない美しい単語だった。こんにちは。こんにちは。さらさら、そう、一回では読めないよね。どうもありがとう。バラ、ありがとう。こんにちは。どうもありがとう。こんにちは。なんか初訪問の方を多め。こんにちは。すごい、28時間。すごい、もう全部わかるんだ。なるほど、全部もうわかるのか。こんにちは。普通に28時間って長、すごいな、すごいな、本当にすごくない？お日様、ありがとう。ありがとう。あ、どうもありがとう。そうです、あと、そうだよ。サラちゃん何時間までなら起きていられそう？私はごめんなさい、普通に寝ますけども。でも普段何時間起きてる？普段1,2 休日だと16時間とか。スマホのさ、スクリーンタイムみたいな出るじゃん、あれがいつも14時間ぐらいだから。ってことはお風呂入ってる時とか考えると16時間ぐらいかな、起きてんの。なんで28時間なの？なんでだろうね。鶏的な感じかな。鶏が縁起がいいとかそういうの？わかんないですね。こんにちは。サータンは一日が24時間っていうの知ってるわ。びっくりでしょ、これでさ、え、23時間じゃないのって言われたらびっくりだよ。こんにちは、どうもありがとう。こんにちは。鶏かなって思ったよ。こんにちは、どうもありがとう。あと、ありがとう。こんにちは、どうもありがとうございます。
ハロー。なんか今日国際的じゃない？国際的じゃない？サータンルーム国際的じゃない？どうもありがとう。ついに来たかな、私のインターナショナルサーターの時代が来たかな。なんじゃない。ね。もう来たよね。ありがとうございます、オロ。どうもありがとうございます。やっぱね、国際的になってきたかな。結構ポップコーンありがとう。どうもありがとう。こんにちは。英語が弱くてですね、全然わかんない。英語じゃないかもしれない、わかんない。こんにちは。でも私一回も海外行ったことなくて、もう完全に日本人なの。一回も行ったことない海外。こんにちは。飛行機乗ったことない。飛行機乗ったことないよ。飛行機は乗ったことある。どうもありがとう。行ってみたい海外の場所、台湾かな。行けるとしたら台湾スイーツ食べたい。でもなんか行かなそう、行かなそうじゃない。なんか何かお仕事とかない限りさ、国内から出ない気がする。サラちゃんスペイン語話せそうな顔してる。どんな顔だよ。どんな顔だよ。スペイン語話せそうな顔ってどんな顔だよ。しげさんありがとう。よくパスポートなしで愛知県入れたね。一回私配信で沖縄パスポートいるみたいなこと言われて騙されましたから、もう学びましたよ。いらないですから。どうもありがとう。メキシコとか行ったことありそう。どんな顔なの本当に。お疲れ、ありがとう。どんな顔なんだ。すごっ、すごいね。ポップコーンありがとう。ありがとう。台湾スイーツはさ、なんか台湾カステラとかさ、タピオカもそうだよね。とかさ、なんかワッフルみたいなさあるよね。あれめっちゃ美味しそう。こんにちは、こんにちは。こんにちは。エスパニッシュな顔立ち、わからんて。なに、エスパニッシュってなに。どうもありがとう。海外行かなそう。
フォローありがとう。行かなそうな予感。一生。まずだって日本もそんなに千葉からあんま出たことなかったし、千葉と東京で過ごしてた、もうずっと。え、めっちゃね。え、でもなんか加入したてはなんかめちゃくちゃハーフみたいな感じで言われること多かったか。今でもたまに言われる。でも自分的にはめっちゃ日本人、めっちゃ日本人顔だなって思ってたからびっくり、ちょっとびっくりなの。いつもありがとう。バッチリおめめだからじゃん。本当？本当？いつもありがとう。そう、アーシャが言われた。すごい彫りが深めに見えんのかな。いつもありがとう。え、でもなんか本当？だからびっくりだった。でもサラってさ、海外でも行けるくない？イワニャン系の目が日本人特有。そうなの？そうなの？そうなの？あ、どうもありがとう。シュケイさん、ありがとうございます。こんばんは。よく英語の教科書とかにもサラって出てきたもん。ホラー映画に出演顔って何？もう本当に何顔だよ。それは果たして何顔だよ。本当に。こんばんは。こんばんは。こんばんは。え、そうそうそう。マイネームイズサラーみたいな、あったよ全然。こんばんは。本当にさ、普通にさ、ホラー映画に出てそうな顔ってさ、何？出れるもんなら出たいので案件お待ちしております。なんかいるよね。でもわかる、そういうさ。あ、ねえ、あのさ、Do you speak English? ハードハード。そう、ありがとう。叫ぶのうまそう顔っぽい。誰か出してよ。じゃあホラー映画誰か出してください。一番最初にやられる役うまそう。ねえ、本当にさ、それはさ、生意気顔なのかな。大抵さ、一番最初にやられる人ってさ、生意気な人じゃない？
こんなの楽勝だぜとか言ってさ、バンって死ぬよね。あざまありがとう。ハード難しい、ハードモードみたいなハードモードみたいな。イエスイエスイエス。こんばんは、あつもありがとうございます。あつもありがとうございます。こんばんは。え、本当になんか初見さん多くないですか？なんか今日ありがたいです。こんばんは、こんばんは。あ、どうもありがとうございます。あい挨拶してもらえますか？誰か挨拶って何て言うんですか？挨拶って何て言いますか？挨拶って何と言いますか？こんにちは。もう今日はインターナショナルサータンだから。ほらすごいすごいよ今日。なんかすごいインターナショナルじゃない？本当にこれはもう頑張るしかないよこれこんにちは、I'm from インドネシア。あ、oh, thank you! こんばんは。すごくない？気づいたらみんな英語使い出しそう。いいよ、みんな英語使っていいよ。もう、今日はインターナショナルだから。日本人で申し訳ない。どんな、そんなこともない。本当に。みんな、もうこれ5分後にはみんな英語使い出してるからもう。もう私はもう想像できますよ。ボンジュール。ボンジュールですね。ボンジュールですわ。ほら、ありがとう。すごいってもうすごいよ。ありがとう。 Thank you。 ハロー、ハロー。バゲマナカバルニャん？こんばんは。はーい。 You are 5です。5歳ってこと？え、 You are my 5です。どういうこと？私の5歳。どういうこと？サラは私の5歳ですみたいな感じかな。娘のように思ってるよって感じかな。こんばんは。Thank you。 Thank you。どうもありがとう。I live in 埼玉。おお、関東。 Yes 関東。 Me too。 はい、 I'm cute。 自己申告やめてで、なんかさ、可愛いですねとかならわかりますけど、私可愛いですってことですか？急に I'm cute って言われた。いつもありがとう。ハロー。アッパカバン。カバン
カバンかな。こんにちは。What time is it now? 18時9分。こんばんは。ハロー。何語だろう。何語だろうな。何語だろうな。難しいな。私英語だけは本当にダメだった。テストはめっちゃ点取れたんだけど、日本語で暗記してただけで自分で使えないんだよね。おお、Thank you. こんばんは。テレマカシー。あ、どうもありがとう。こんばんは。制服が目を出すよ。へいよ、テレマカシー。どうもありがとう。すごいよ、なんか今日初訪問の方がいっぱい、ありがとうございます。やっぱ国際的になるとさ、こう初訪問の方も増えるのかな。初訪問、2度目初訪問、いっぱいいる。ありがとう。ニーハオ。ソーキュートユーノー、テレマカシー。合ってるの？発音とか全然わかんないよ。わかんないんだけど。で、勉強になります。こうやってね、国際的になれるっていうのはいいことですよね。フリーズシング青空片思い。青空片思い、てる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 。ありがとうございます。テレマカシー。勉強になるね。あなたかわいい。テレマカシー。ワクワク。アーニャ好き？アーニャ好きなんですか？アーニャ好き？話し合うかも。ワクワク。この時間の亡くなっちゃった。ねえ、この時間確かに。でも昨日もこの時間だった。なに。イトルチュージェカテイトルチュー。こんばんは。発音ありがとう。ほら、ありがとう。もう発音も全くわからないよ。テレマカシー。こんばんは。サタンイズアーインターナショナルアイドル、テレマカシー。なんか頭良くなった気分。こんばんは。なんかこう考えるとさ、やっぱさ、日本語ってすごいね。あ、違う、母国語ってすごいね。なんか一瞬でさ、一瞬で読めるのすごいよね、普通に。あと、ありがとう。日本語でごまかし、ごまかし、テレマカシー、かわいい、テレマカシー。
あ、つもありがとう。はーい。はーい。こんばんは。こんばんは。本当になんでこんなに、なんでこんなに発音問の方が多いのかちょっと分かんないです今日。びっくり。こんばんは。あ、そういうことか。そういうことね。こんばんは。はーい。ほらすごいよ本当に。本当になんかすごいすごい発音もなかった。すごいよ。なんで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 。しかもさ、すごい国際的なさ発音もの方がさめちゃくちゃ増えてるんだけどさ、これ私がさ国際的な言語話してるからかな。ビューティーフォー、ああフォロー、はあ、うーんとよろしくってなってんだろ。ワンツースリーフォーかな。ワンツースリーフォーよろしい。あなた怒れば怖いです。どういうこと？怒れば怖いです。怒ったら怖いから怒らないでってこと？いつもありがとう。本当にすごい、本当にすごいよ。なんか本当にすごいよ。初期面の安定感すごいよ。あらあらごめんなさい。こんばんは。セソとね、ありがとう。そうなのかな。あ、かしこ、かしこチャンネルちょっと広めていこうかな。私のマイフェイバリットワードイズチャンネル。うん、オッケー。チャンネル。メニー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 ワードプラスプラスチャンネルイコールキュート。デリマカシー、こんばんは。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 もう日本語はやっぱりいいね。すぐこう入ってくる脳内に。ハロー。清楚だね。あ、当たり任せ。What do you 自己紹介。SK48 中日研究生の千葉県出身高校3年生17歳サータンこと鈴木沙羅です。サータン、テレマカシー。なんだろう、インドネシア、ダリン、なんだろう、ダリン。あ、どうもありがとう。チャンネル。あ、どうもありがとう。ホラー映画に出演しそうな子が SK にいると聞いてきてくれた。いや本当に多いんですよ。なんか多分これ皆さんから見えないんですけど、この通知、初訪問の方がめちゃくちゃ多くて、しかも海外の方なんだよね。これなんでだろう。あなたはとても可愛いですイコールカムルクセカリ、カムルクセカリ。おお、Thank you、 テレワカシー。
英語で自己紹介言ってください。 SK48 12サイエンススチューデント、セブンティーンガール、サータンこと鈴木サラ鈴木いつもありがとう。お嬢さん、TKT48 の知り合いのメンバーは誰ですか？フレンド、プリーズフレンド、プリーズフレンド、フリーフレンドプリーズうーん、お友達になりたい。本当に、でも本当に私他の48の方とお友達が欲しいです。誰かどうやってお友達になりますか？普通に羨ましい。だからココアちゃんとかさ、お友達とかいてすごい羨ましい。私も48にお友達が欲しいです。こんばんは。ハゾンも来るんですよ。そうなの。トレーニー研究だからサイエンスかなと思って。こんばんは。こんばんは。ママが教えてくれるバーニーメルトメン、バーニーメルトメン こんばんは。こんばんは。いやもう本当にね、お友達になりたいですよね。やっぱりいつもありがとう。鈴木サラだよ。こんばんは。ねえねえ本当にね、いつもありがとう。あ、リサーチね、すいませんリサーチですよ、すいません。リサーチね、サイエンスしちゃダメだね。引っ張られたわ実験に。こんばんは。え、確かにこれさ、テロップをさ英語にしたらさ、いっぱい来てくれるんじゃない？ハローとかね。どう？え、ほら一気に国際色強くなったくない？え、ほら一気にさ、なんかハローって感じになったよね。すごくない？これちなみに誰と仲良くなりたいですか？やっぱ同い年の方とかね、仲良くなりたいですぜひ。こんばんは。あ、さまさまがどういたしましてなんだ。テレマカシーにさまさまって言うんだ。なるほど。こんばんは。そういうことか。めっちゃ国際感あるよね。なんかさ、一気にさ、本当にさ、なんかハローって感じにしてるよね。あ、どうもありがとう。
ほら入ってきてくれた嬉しい。ハローにするといいのかも。こんばんは。照れ隠しこんばんは。すごいな。確かにいつもなんかこんばんはって書いてるんですけど、つまんないなとは思ってた。つまんないなって思ってた。迷惑でしょショールームで急に知らないさ、知らない子にさ友達になりたいですなんて言われて仲良くなってくれる方いますかね。めちゃくちゃ迷惑ですよねこんばんは。サータンありがとう。ほら、ハゾーモンありがとう。ハゾーモンありがとう。 Thank you。すごい、もう本当にすごいな、すごいな、本当にすごいよ。ズズダダダダダって。ハゾーモンありがとう。こんばんは。Nice to meet you。なんだっけ、ヒーユーアーじゃなくてなんだっけ、調子はどうですかみたいな、なんだっけ、ヒーユーアーじゃなくてなんだっけ、ハワイユーかハワイユーほらすごいよ、テレマカシー。他のグループの子が友達になろうってコメントしてきて嬉しかった。見たことないですけど見たことない、そんな人見たことないですこんばんは、こんばんは。サラです、サラ、サラ、本当に照れまかしー照れまかしー。もうすごいよね。ヒーユーは北斗の拳のザコの旦那妻みたいなやつ。誰、ザコさんって人がいるの。北斗の拳、北斗の拳見たことないんですよね。イラストだけ見たことある。ハチマキみたいなの巻いてるよね。あれボクシング、北斗の拳ってボクシングとかですか。あなたのパフォーマンスが好きです。テレマカシー、メニメニテレマカシー。見てくれてるんだね、嬉しくない、みんな嬉しくない、嬉しいよね、みんな、みんな嬉しくない。国際的なんだけど、ボクシング、ん、ボクシングの漫画じゃ何だろう。テレマカシー、レッスンが海外に通用した、嬉しい、皆さんと掴んだ夢です。これは海外の方にも通用する英語力と、ねメンタルこんばんは、ありがとう。こんばんは、テレマカシー。明日のジョーと初めの一歩って同じですか。なんかどっちも聞いたことある、同じやつ。こんばんは、ハロー。ほんとかっこよくない、待って、テロップのさハローめっちゃかっこよくないですか、違いますか。ハチマキ巻いてさボクシングしてるやつないかな、ない。髪
こんなこと言うのかな。ハロー、アイムサラー。こんなことさ、ネイティブの方って言うのかな。言う？誰かいらっしゃいますか。アイムサラーなんて言う？めっちゃ国際的じゃない。ハローサラー、I love you。 わー、照れまかしい。照れまかしい。バキも聞いたことある。なんかさ、ハチマキでさみたいな感じのさ、ない？結婚しないけどないかな。はい、サラ、あ、テレマークシーン、 Thank you。 どうもありがとう。でも本当に来てくれる、嬉しい。インドネシアではドラえもんやワンピースが大人気らしい。あんなこといいな。待って、ドラえもんカラーだ。できたらいいな、あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、空を自由に飛びたいな。あ、どうもありがとう。なんちゃらかんちゃらドラえもん。あ、マイネームイズサラ。待って、ストリートファイターかも。波動拳。波動拳。私はね、ストリートファイターはあれ使ってたな。うわ、名前忘れちゃった。緑の怪物みたいな、なんだっけ、ストリートファイターのあれ、めっちゃ使ってたんだけど、なんだっけ。テレマガシーン、いつもありがとう。言うのナルト、おうおう、リトル、リトル、リトル、ちょっとわかる。ブランカ、うわ、待って、ダルシム、腕伸びるやつ、え、やばい、それそれ知ってる。なんか名前はさ、あんま来ないけどさ、ピンって。でもさ、腕伸びるやつも使ってた気がする。あ、どうもありがとう。こんにちは。ナルトリトル、ナルトリトル。ブランカは電気ビリビリのやつ。え、多分ね、使ってだと思う。割と何でも使ってたのかも。じゃあボタン連打しまくってた。もうあの時はなんかストリートファイター、もう何が何だか分かんないし、何のボタンかも分からずにお兄ちゃんと対戦してたから、もうとにかくずっとボタンをこうやってポチポチポチってずっと押してた。でたまに奇跡的に勝てる。もうなんかどれだけ早くいろんなボタンを押すかみたいな状態になってた。あなたは美しいです。てれまかしー。チュンリーとか、なんか聞いたことある、聞いたことあるな。You know, I know, yes. シラカン、イクティサーヤ。こんばんは。え、チュンリー使ってた気がする。チュンリーも使ってた気がするわ。チュンリー、チュンリーかわいい。チュンリーってよく考えたらかわいい。
本当にいろんな発音の方来てくれるんですけど嬉しい。インドネシアってあれかな、人口が多いのかな、多いよね確かインドネシアって、だからいっぱい人も来てくれるのかな。波動拳、波動拳、波動拳。波動拳。あ、どうもありがとう。波動拳。え、嬉しい、ありがとう。あ、だるまかし。もしかしてレベゼン地球とか好きなの？地球？何ですか？地球？地球が好きかってことですか？地球？そんな質問初めてされました。地球が好きかどうか。レペゼン地球？何だろう？宇宙のなんか地球？地球は好きだよ。地球も好き。だよ。こんばんは。波動拳だ。え、でもさ、波動拳って言ってるってことはさ、波動拳出せてるよね。多分もうずっと波動拳、波動拳、波動拳みたいな感じだった。すごい、2億7千万人だって。2億7千万人。え、何ですか、何ですか、な、なんだろう。こんばんは。ヨガフレーム。え、それも技の名前？なんか聞いたことあるんだけど。違う。え、いいな。インドネシアの学校は朝7時に始まって昼に終わるって素晴らしくない？その代わり長期休みとかないとかそういうやつなのかな。ヨガフレームは口から火を出す。え、絶対使ってた。もうなんか思い出せるもん。もう思い出せちゃう。ルク、ルク、ルク。スピニングバードキック。チュンリーやば。チュンリーかわいい。サータンのゲーム歴が知りたい。サータンのゲーム歴、サータンのゲーム歴ですか。最初はファミコン、スーパーファミコンから始まりまして、マリオカートとドンキーコングとかいっぱいやってた。ドンキーコングで、 DS とかはボンバーマンとか、なんか犬育てるやつとか、ほっぺちゃんランドとか。振り幅がめっちゃ大きいんだけど、本当にいろいろやってたよ。でもいつの時代もマリオカートはやってる。でもなんか第五人格とか、第五人格と青鬼だけはダメだった。怖かった。普通に第五人格と青鬼めっちゃなんかもう怖くてできない。本当に お兄ちゃんがやってたオーバーウォッチをちょっとやらせてもらうとかもあった。こんばんは。そうなの。え、スーパーファミコンとマリオカートやってたよ。機械あったよ。
スーパーファミコン、なんでそんなびっくりするの？なんでそんなびっくりするの？スーパーファミコンのマリオカート言ってたよ。どうもありがとう。サータもしかして年齢さば読んでます？え、古いのかな。スーパーファミコンが一番最初だよ。スーパーファミコン一番最初。ハロー、アイムフロムジャパン。おー、テレマガシーン。ノリに合わせてくれてる。こんばんは、どうもありがとう。え、なに OW って何？あ、オーバーウォッチか。あ、びっくりしたびっくりした。お兄ちゃんがめっちゃやってての流れ。あ、どうもありがとう。ミニ四駆、ミニ四駆懐かしい。ミニ四駆懐かしい。こんばんは。ミニ四駆はお兄ちゃんの世代じゃなくてパパの世代じゃない？ミニ四駆、こんばんは。マイ推しイズユーサラだって。え、初見さんの推しに昇格した、ありがとう。公演見に来てね。公演見に来てね、ありがとう。テレマカシー。え、そうなの？古い、嘘。スーパー、え、スーパーファミコン。あ、そうなの？全然スーパーファミコンしてた。なんかもうあれだよ、カセットとかもうフーフーしてたもん。フーフーしてたよ、カセット刺しても、あの全然あの起動しないから、もうフーフーして入れるの。わかる？こんばんは。どうもありがとう。どうもありがとう。え、そう、フンフンしてやってたよ。そうなの？嘘。え、ほら、発音も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 ありがとう。テレマカシー。こんばんは。こんばんは。06だよ、06。フフしてた。フフしてた。あとあれ、まあ名前忘れちゃった。こういう形、なんかさ、こういうさ楕円形のさゲーム機なんだっけ、楕円形のゲーム機なんだっけ。スーパーファミコン、 DSDS、3DS、Wii、ニュー、なんか 3DS、LL、LL、こういう楕円形のやつ、なんだっけ、楕円形のさ、楕円形のさ、ゲーム機、ビータか、ビータみたいな名前のやつ。PS4 みたいならへんが家にあったよ。ビータじゃない？違う？ビータ、そう、ビータ。ハロー、お兄ちゃん、お兄ちゃんがゲームをやってた。
やばい、背面タッチ機能やばい。やばい、それやばい、背面タッチ機能あった、やばい。クマありがとう、クマありがとう、それやばい、背面タッチ機能やばい。どうもありがとう、こんばんは。お兄ちゃんだね。今は加入と同時にゲーム 全消ししたから、ほら初音も、すごい、初音も初音も初音もありがとう、すごいありがとう。そう、背面タッチ機能がやばいかも。やばいかもしれない。でもなんか私がちっちゃい頃はAKB さんといえばDS の AKB のカセットのあのイメージだったんですよ、幼稚園の頃。めっちゃあのイメージで、だから仲良かったお友達が幼稚園生の時に AKB になりたいって言ってた横で、私が想像してた AKB さんはもうあの DS の 3DS? DS のなんかカセットあったよね、なんだっけあれ、ありましたよね、あの絵が頭に浮かんでた、幼稚園の頃。はつおもありがとう、あったよねカセット、あったんだよ。はつおもありがとう。アバターの、アバターのやつ、あ、そうプラスミーみたいな、そう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 、あれがめちゃくちゃ私の中の AKB だった、一番最初の。ニーハオニーハオ、おっぱありがとう。こんばんは。その時私はアイドルになりたいとか思ってなかった。音符ありがとう。いつだろうね、アイドルになりたいって思ったの。情熱大陸くんになりました。私がアイドルになりたいと思ったのは、まあ気づいたらですかね、導かれたと言いますか。こちらこそありがとう、テレマカシー、アイドルになってくれてありがとう、テレマカシー、初音もありがとう。特になんか何もなかったかな。ほらありがとう。なんだろう、いつからだろう。でもやっぱ中学ぐらいだから、自分がアイドルにハマり始めてだよね。どうもありがとう。こんばんは。どうもありがとう。アザラシの頃は思ってなかった。アザラシの時思ってなかったかな。アザラシの時はちょっとまだ自我がなかった、アザラ自我が。アザラ自我がちょっとなかったかも。こんばんは。どうもありがとうございます、お疲れ様です。どうもありがとうございます。こんばんは。
マゾモありがとう。なんでこんなに発音すごいんだけど、発音もすぎてめちゃめちゃ初訪問100点ありがとう。テルマカシン、テルマカシン、わかんない、なんか本当になんか本当にレベルが違うぐらい初訪問の人が多くて、今日もう初訪問初訪問の通知があまりにも多くて、なんかその他大勢みたいな通知まで来る。こんばんは、こんばんは。そういうこと、もうこれからずっと英語にしとこうじゃ。ハロー、こんばんは。発音は通常比何倍ですか？50倍ぐらいですかね。いや結構本気で30倍ぐらいかな。いやそれ嘘、10倍以上はある。え、今って毎日30度なんですか？やばね、国際色豊かで嬉しい。発音もありがとう。タラララ、こんばんは。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。ございます。Are you single? Are you single?愛のホログラム、愛のホログラム、握手会ぜひいらっしゃってください。テレマカシー、こんばんは。でもやっぱありがとうっていっぱい言うって素敵だよね。素敵だと思わない？普通に素敵だよね。独身ですかって聞かれた独身ですかって初めて聞かれたかもしれないんです。私独身です。照れまかし、初めて聞かれました。なんかまだその独身ですかって聞かれる年齢じゃないけど初めて言われました。照れまかし、もう定期的に来るよ。すごい、こんばんは、テレマガジン、テレマガジン、テレマガジン、あ、どうもありがとう。え、じゃあもうさ、テレマガジンってさ、テレマガジン、テレマガジンって言う？あ、どうもありがとう。サーダーには約300人の夫がいます。やめてくださいよ結婚全部断ってるのに気づいたら300人の夫がいるんですか。私いませんよ。こんばんは。結婚しないよ、結婚しないよ。やばい、どんどん高度な英語になってきてる。全然読めない。る、あ、さっきルクって、ルクって面白いって意味って言ってたよね。何かが面白いんだよ、多分。あ、ワンピース、リトル、リトル。ガムガムのジェットピストル。え、でも普通に握手会にこう日本語を覚えて来てくださる海外の方とか本当にいらっしゃってめちゃくちゃ嬉しい。なんかわざわざこう来てくださって日本語まで頑張って話してくださる。だから
こっちが分かればいいんですけどね。私ちょっとおバカさんなんてあんま分かんなくて、英語嫁じゃないわ嫁じゃないわ。 What's my body to you? You アニメサラ、東京グール、でも普通にもう一回私のサーターンイングリッシュやっていいですか。普通に課題また英語あるんだけど、普通にまたやるかもしれない。私も日本語覚えていかなきゃ絶対日本人じゃない、分からないけど絶対日本人じゃない。こんばんは、こんばんは。発音もありがとう。でもすごいよね日本って、アニメめっちゃ有名じゃん。アニメでもいいよね。なんかいっぱいさ、いろんな国にアニメあるけどさ、日本のアニメって本当にすごいよね。こう見ていくと本当にすごい。こんばんは。こんばんは。発音もありがとう。でもなんか学校のこうなんていうの、スピーキングテストみたいなやつは全部なんか文章を考えて覚えて発表すればよかったの。だからさ、そんなのさいい点取れるじゃん。そうするとさ、なんか成績もさ いいじゃん。だからなんか本来のなんか英語を覚えてないちょっとこれは学校教育ですね。ちょっと学校教育をもうちょっと発展させていかないといけないですね。私の力で。こんばんは。なんか本当に本当にその覚えて発表するだけだったの。何か賢くなるのいつも賢いわ。すごっ、作文で点を取れるって、もうそれすごいじゃん。すごい、逆にすごくないですかそれは。本当にだから本当にね、しかもスピーキングテストなんてこう項目があっていくつか、発音、あとちゃんとなんていうの、暗記して言えてるかみたいな、何も見ずに言えてるか、アイコンタクト、それがアイコンタクトだ、あとなんかスマイルみたいな。私スマイル得意だからもう「ハロー」って言えばもうスマイルがもう100点になるわけですよ。スマイルが100点なの。で覚えればアイコンタクトも100点でしょ。で発音もなんかスラランってスラランって読んどけばもう満点になる、なっちゃうの。だからダメだよね、変えていかなきゃ変えていかなきゃっていうことなんですよ。待って、確かに前はさ、みくるさんとさ全然話したことなかったからさ、聞くとかそういうのなかったけどさ、もしかしてみくるさんに言ったらさ、英語をさ、めんどくさいよね普通にめんどくさいよね急にさ、お休みの日とかにさ、英語教えてくださいなんて言ったらさ、めんどくさい。ちょろっと毎回会うたびに一個ずつぐらい聞ける説聞いてみようかな。こんばんは。あるよねそういうさ、英語のさコンテストみたいなの出てさ、表彰されてる子とかさいるじゃん。本当にすごいなと思う。本当にすごい。こんばんは、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。てるまかしー、てるまかしー、こんばんは。いつもありがとう。こんばんは。え、待って、もう2時間経つんじゃない？これだいぶやってるんじゃない？ね、テレマカシー覚えただけでもう完璧だよ今日は。今日はもうテレマカシーでもう十分な一日だったよね。こんばんは。あ、どうもありがとう。テレマカシー、テレマカシー、こんばんは。あ、どうもありがとう。2時間半やります。38分までやります。お昼ご飯遅かったんですよ。こんばんは、ありがとう。あ、皆さんご飯食べてください。ご飯全然食べてください。ご飯食べてください。ただの2時間半のこだわりが気になる。それ一回言ったことあるんですよ。私の腰が限界になるのが2時間半。2時間ぐらいで、え、そろそろもう結構長い時間やったんじゃないって大体聞くんですよ。あ、1時間45分ぐらいで大体聞いて、でそうするとあとちょっとで2時間って言われるんだけど、いや、あとちょっとで2時間なら、2時間だったら話しきれないなと思って2時間半にする。これがもう私のあの配信の基本。ほら、ありがとう。さまさま、テレマカシー、さまさま、とてもかわいい、テレマカシー、テレマカシー、こんばんは。この後は夜ご飯作ります。で勉強します。こんばんは。ハロー、アイムインドネシア、テルマカシー、こんばんは。課題ですね、課題ある。普通に Which subject will you study today? Japanese 歴史、イングリッシュ。こんばんは、こんばんは。え、そう、勉強机がないんですよ。本当に私今日ずっと思ってて、勉強机ないんですよ、ここの家に。ここの家になくて、でも勉強机ないと本当に不便、本当に不便です。発音もありがとう。Can you speak Indonesian? テレマカシーオンリー。テレマカシーオンリー、テレマカシーオンリー、テレマカシー、さまさま、オンリー、オンリーじゃなくなっちゃった、もうオンリーじゃなくなっちゃった。ほら、ありがとう。
国語、歴史、英語やります。え、もう本当にね、ないの。ヨイボ高いしヨイボ高いし買えないし。え、そう、勉強の机ね、絶対あった方がいいよね。いや、あ、どうもありがとう。こんばんは。うらやましい。ヨギボを家にある人本当にうらやましい。こんばんは、てるまかしー。買えないし。ハロー、どうもありがとう。こんばんは、こんばんは。なんか最近さ、 TikTok でさ、めちゃくちゃさ、しんちゃんのさ感動エピソードみたいに流れてくる人いませんか？めっちゃ流れてくるんですけど、なんか感動ストーリーのしんちゃんの切り抜きがめっちゃ流れてくるんですよ。一番最近のだと、なんかミサエと喧嘩しちゃって、なんか、あ、ミサエがバーゲンセール行こうとしてて、でもしーちゃん連れてったら、なんか多分面倒だから、なんか隠れて行こうとしたんですよ。行こうとして、そしたらしんちゃんが気づいちゃって、もう、おもちゃ散らかしてやる、ボンボンってやってたら、外にクマちゃんのぬいぐるみがコロンって行っちゃって、取りに行ったら雨で濡れてるんですよ。母ちゃん、傘持ってってないだろうなみたいなこと言って、そのデパートまで届けに行くんですよ。雨の中泥だらけになり、そしたらミサエと出会い、感動みたいな、母ちゃん息できないみたいな、わかる？ヒロシの感動も流れてくる。ヒロシの感動もあれじゃない？ミサエと喧嘩して、ミサエちょっと喧嘩しがちだね。喧嘩しちゃって、なんだっけ、夕飯何にしよう、材料ないなーみたいななって、なんかヒロシがなんか余計なこと言って喧嘩して、ミサイ出てって、割とすぐね、なんか開き直るんだよね、ミサイが。でスーパーに行ったら、ヒロシがしんちゃんと誰だっけ、ひまわりと、今日はミサイの好きな酢豚を作ろうとかね言い出して、ばったりしちゃって、よかったね、めでたしめでたしみたいな。泣かないんだけどね、本当になんか私泣かないんですよ、そういう作品で泣かない。こんばんは。なんかめっちゃ流れてくるんですよね最近。そう、たまにあるよね。で、私が好きなのは断然あの新様のこのやつね、毎回名前忘れちゃうけど、なんだっけ、何ちゃんだっけ、新様の子が出てくる回は毎回好き。もうポケモン流れてくる？え、流れてきたことないかも。あれなら流れてくる、ポケモンダンス、てん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 、じゃんじゃんのやつ。
こんばんは。あ、そうそう、愛ちゃん、愛ちゃん、愛ちゃんが一番いい。しんちゃんの中で愛ちゃんが一番好き。あ、推しなの一緒だね。愛ちゃんが一番好き。しん様可愛くない？しん様可愛い。こんばんは。愛ちゃんとねねちゃんのぬいぐるみ好き。ぬいぐるみのあの闇を抱えたぬいぐるみみたいな、なんか一時期クレーンゲームの景品かなんかにあのねねちゃんのあのめっちゃ殴ってるウサギがあったんですよ。めっちゃ欲しくて、でも取れなかった思い出。なんか本当にそのリアルサイズのねねちゃんのウサギのぬいぐるみみたいなのがあって、めっちゃ欲しかったんですよ。こんばんは。愛ちゃんに好かれてるの羨ましい確かにそうだよね。だってお金持ちのさ、お嬢さんだよね愛ちゃん。もうね、最高じゃんね。しんちゃん早く気づいた方がいいよね。いいよね、うさぎ。こんばんは。さあちゃんもうさぎボコボコにしてる。そんな欲はなかったですね。ちょっとなかったかもしれない。七子お姉さんはダメです。七子お姉さんはね、よくないよ。お姉さんよくない。こんばんは。こんばんは。ダンダンダラララララン。こんばんは。サタンゲーセンあんま行かない。一人でゲーセンは怖いから行かないです。おいしい、ありがとう。それよくない。七子お姉さんよくない七子お姉さんよくないよ。こんばんは。こんばんは。あ、最近見たあれも面白かったね。なんかタワーマンションの、タワーマンションの回、なんだっけ、なんだっけ、誰か見た人いますか。オンライン UFO キャッチャーやるやるやるよ。ゲーセンとドンキは危ないから行かないばあさん。はい、本当にゲーセンとドンキは一人で行っちゃいけません。ダメです。あのさ、タワーマンションにさ、あの先生なんて言うんだっけ、しんちゃんのさ、いつもさ、なんか出会いを求めてるけどいつもうまくいかない先生、誰だっけ。あの先生なんだっけ、何先生だっけな。どうもありがとう。なんだっけな、何先生だったかな。こんばんは。松坂先生がなんかようやくいい人見つけたみたいな感じで、もうタワーマンションに住んでてみたいな。でそれにしんちゃんたちがついていってみたいな。タワーマンション、すんげえタワーマンションだみたいな。なんだっけ、お家なんだっけな。それ面白かった。でもなんか疲れてると、なんかそういう子供のアニメみたいなの見たくなる時期ありません？もう何も考えずにサザエさん見たいみたいな時期ありません
ハロー。ハロー、テレマカシー。テレマカシー。こんばんは。あるよね。そう、なんかめっちゃ疲れてると思う。もうそういうの見てなんか癒しを求めてるっていうか、もう脊髄で見る。疲れてる時は何も考えず可愛い曲聴きたくなる。何聴くんだろう。あるよね。それで今チークが一見して疲れてるな。テレマカシーヌよ、テレマカシーヌ頑張ろう。本当にサータのテレマカシーヌが可愛くてエンドレスで流してアラームにするんです。やだ、朝からやだな。朝からなんか近所のさお家からさテレマカシーテレマカシーテレマカシーって聞こえてきたらやだやだなやだな。私のスキーズ優秀なんですよね結構。私 YouTube 本当に見なくて、 YouTube 見ないんですよね。なんか好きな YouTuber 誰ですかとか聞かれても本当に分かんない。一人だけなんかちょっと見たまに見るみたいな方いますけど、 YouTube もう全然見ない。アラームの音あれかな、嫌いになっちゃうからかな。めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。それアラームの音って嫌いになるよね。こんばんは。めちゃくちゃ欲しい、めちゃくちゃ欲しいよ。こんばんは。そう、なんかさ、私さトーク会とかでさ、なんかショールームで話したさネタをさ言ってもらうとさ、言ってもらうこと多いんですけど、大抵忘れてるんですよね。困ってる。なんか多分ショールームも私結構脊髄でやってて、なんかその話を何ヶ月後かの総会でされると、なんだっけってなっちゃうの。ショールームも脊髄でした。フォローありがとう。テレマカシーテレマカシーテレマカシー。うん、知らねえよ。テレマカシーテレマカシー、どうぞ。インドカレー屋さんみたいだね。褒めてるんだよね。でもなんで褒めてるんだっけ。本当にさ忘れちゃうんだよね。なんだっけ、インドカレーなんで褒めてるってなったんだっけ。優しいか、優しいみたいなやつだっけ。優しいみたいなね、多分そうだよね。結構忘れちゃうんだよ。こんばんは。テルマカシー、テルマカシー、テルマカシー、テルマカシそうなんだよね。ありがとう。いっぱいやってるから、そうそうそう。そういうことな。ありがとう。もう本当にね、あ、ちょっと人増えてきたから聞こう。21日当たった方いますか？当たった方はいますかね？なんか結構私すごいこう感情の上下が激しいって言ったじゃないですか。だから配信でキャーンってきたことも、握手会の時はもうこの状態で、え、何なんだっけ
なんだっけって思い出す頃には時間ですって言われてるんだよね。だから一個一個ちゃんと覚えとかないとダメだなと思ってる。あ、よかった。なんかさっきさ、始まりたて聞いたらさ、あんまいらっしゃらなかったんだよね、21日あったこと。お、嬉しい嬉しい嬉しい、テレマカシー嬉しい。結構少ないよね。でもそうね、こんばんは。まあお昼公演だからいつもと違うよね。はじめまして。あ、そういうこと。テスターどこにあるかしら。え、どういうことだ。テスターって何。こんばんは。テレマガジン、テレマガジン、テレマガジン、ありがとう。え、どういうこと。ね、どういうこと。何、 LINE に送ろうとした文章ここに書いたみたいな感じ。書くとこ間違えた。なんか、え、自爆してる人がいるよ。ね、絶対絶対さ、 LINE に送ろうとしたんじゃない、なんか。あつもありがとう。ありがとう。あつもありがとう。ふっふっふっ、ありがとう。フォロー、ありがとう。え、絶対ないですね、私。誤爆とか、メール誤爆は絶対ない。ないな。あつもありがとう。あつもありがとう。自分前それでマクドの前ずっといました。恥ずかっていいよ。こんばんは。あるよね。あるあるある、あるよね。私あんまないんですけど、こうグループラインでとかもあるよね。おじ、ありがとう。結婚しないよ。あ、どうもありがとう。グループに誤爆するのめっちゃ恥ずい。やったことありますか。私ないんですよね、グループに誤爆。あんましたことないかも。なんかグループであんま発言するタイプじゃないんですよね。どちらかというとなんか見てるタイプ。あずもありがとう。
急なこととかだったら返事するけど、なんかどうでもいいことだったでもよくないって言ったら妻の責任を取らされそうで、でももうすぐ着きますはいいんじゃない？もっとさ、なんかさ、まあまあなんちゃら取っといてみたいなやつだったら恥ずかしいかも。恥ずかしいかも。いつもありがとう。こんばんは。こんばんは。タタタラララ、あ、私先生にお母さんって言っちゃったことある。ママ、ママって言ったことある。でも本当にママ、ママみたいなもんだったから、そう、小5の時の先生かな、もう本当に大好きだった先生がいて、めちゃくちゃ、もう本当に今でも会えるものなら会いたいってぐらいめちゃくちゃ大好きだった女の先生がいて、もうもうなんかママだよね、もうママだったからママって呼んじゃった。ママって呼んじゃったことある、一回だけ。その当時は恥ずかしかったけど、よく考えたらママみたいだったなと思って。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ好きで、なんかなんだろうな、なんだろうな、可愛かったし可愛かったし、本当に任しみたいな。どうもありがとう。でもね、よく考えたらママだったかなって。一回だけ階段で言ったことある。階段で言って恥ずかしかったな。恥ずかしかったからその状況を覚えてるもん。ママみたいな、普通になんかママみたいな言ったことある。ハロー、てるまかしー。階段で普通に先生となんか歩いてたらママ言っちゃったことある。移動してテレマーカシー。先生のリアクション、先生は、いやでもそんななんかママみたいに言ったら普通にノリ良かった気がする。まあ、ママはみたいな感じだった気がする。ノリがいい感じだったから、あんまそのめちゃくちゃやむぐらいの恥ずかしさじゃなく終わったんだと思う。もっとそこでさ、ママみたいに言われたらもっと恥ずかしかったと思う、その当時。でもあんま恥ずかしくなかったってことは、あ、ママはみたいな感じで乗ってくれたんだと思う。こんばんは、いつもありがとうございます。ね、やだてかったよね。会いたいな先生に。こんばんは。あ、でもよく考えたらその先生は結構いろんな人にママって間違えて呼ばれたかも。結構見たことあるママって言われて、だからそういう先生だったんだと思う。もうママみたいな先生だったんですよ。優しくて、まあ怒ったりもするけど怒ったりもするけどでなんか怒る時もなんかこらみたいな、かわいい先生かわいいもうこらもうさらみたいな、かわいい可愛い先生だった。会いたいですね。うん、ママみたいな感じだったから。
多分慣れてたんだと。こんばんは。でも小学校の時は結構下の名前でみんな呼ばれてたよ。名字逆になんかあんま良くないみたいな風潮だった。名字でも中学になってから名字だった。だから中学になって急に鈴木さんとか呼ばれてびっくりした思い出。それまでなんかサラさんとかサラとかサラちゃんって先生に呼ばれたのに、急に中学になってなんか大人を感じた。どうもありがとう。絶対下の名前の方がいいよねって思う。下の名前の方がねいいと思う。どうもありがとう。ね、だってねこれからね佐藤になるのにね、みんな信じてるけど本当なのか分かんないです。佐藤になるのにね、500年後ね。おっくーおっくー。でも私名字で呼ばれるの全然好きじゃないですね。なんか名字とあと名前の呼び捨てあんまあれかも。佐藤が増えますからね。もっともっともっとはっきりしよう。どうもありがとう。どうもありがとう。こんばんは。ダラダダラ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 。あ、そうだ、これ縦画面の時は配信時間見れるんだった。忘れてた。サラちゃんとサータンどっちが好み？でも人による。人によるからぜひ握手会で聞きに来てください。どうもありがとう。ダダ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 ダ。でもなんかこう私が育ってきた学校ではサラも鈴木も結構多かったから、もうもう呼ばれてもなんかもう自分じゃないもう自分じゃないと思いながら生活してた。ね、聞きに来てない？こんばんは。最近のガチャガチャって高くないですか？なんか私的にちっちゃい時は200円で高かったの。だいたい100円で200円で高かったのに今500円とかするからびっくりしちゃってる。500円ってなっちゃってる。こんばんは。サラっているよ結構。あ、どうもありがとう。サラは本当にいる。500円、めっちゃさ高くない？そう、なんかそう200円が200円で迷って回す時期からだんだん300円が出てきて、一気になんか400円飛ばして500円になりません？なりませんでした？びっくりしました。本当に本当にびっくりしました。こんばんは。
そういえばさ、ビックラポンやるためにあのお寿司屋さん行って1回目か2回目で当たったんですよ、スパイファミリーの時ね。そしたらさ、開けたらさ、ダミアンくんだった。嬉しいよ。でもダミアンくんだった。ダミアンくんも可愛いよ。ダミアンくんもすごい可愛い、ツンデレなところがね可愛いよ。でもまさかのダミアンくんだった。こんばんは。なんかでも誰、あのラインナップの中で誰が欲しかったかって考えると、やっぱやっぱアーニャか、アーニャかな。でも3番目ぐらいかな、ダミアンくん。3番目。ダミアンくんかわいいよ、めっちゃかわいい。でもなんかこう当たったら開けよう、ダミアンなんかそのね、ちょっとこうちょっと下がったよね、なんか当たった来たダミアンみたいなそう、でも可愛いからいいんだよ、全然いいんだよ。ダミアンでもね、ようこそって感じ。3番目にも欲しかった。6種類6人ぐらいあって3番目に欲しかった。結構上位だけど、なんだろうねみたいな、この気持ちなんだろうねみたいな、この気持ちはなんだろう、この気持ちは。13位サータン、12位魔法使い、11位サータン、10位お星様、9位サータン、8位サータン、7位サータン、6位サータン、5位サータン、4位サータン、3位サータン、2位サータン、1位サータン。ありがとうございます。今日はサータンが多めでありがとうございます。映画見ました、面白かった。謎もありがとう、ありがとうございますね。サータンズありがとう、ありがとうございます。サータンズ、テルマカシー、テレマガジン。まあいいな、ブルーロック見たい。みやびちゃんに LINE しよう。ほら、ありがとう。テレマガジン、テレマガジン、テレマガジンチャンネル、ハロー、テレマガジンチャンネルです。今日はテレマガシチャンネルでした。今日ウキウキで可愛い、なんか恥ずかしい、テレマガシリナネありがとう。明日は夜じゃないかな、ココアちゃんとマック食べなきゃ。こんばんは、あざもありがとう、ありがとうございました。38分バイバイ、テレマカシー、バイバーイ。